どうもくまちゃんです。なみちゃんです。今日はペーパーセルビッチの3ヶ月はい書き込みました。はい、結構他のジーパンも履いてるからさ、うん、週5ぐらいかな。そうね、15ぐらい。どう1ヶ月と比べて。いや、だいぶ色落ちてきたよ、マジで。本当？非常に早い。で、この辺とかさ、うん、やっぱなんか生地が薄いから当たりやすいのかな。ちょっと明らかにマイナーブルーキムよりも早い。本当？ほら、ちょっと素人目にはわからん。あ、でもここが色落ちてる、ね、携帯アリさん。破れそう。破れそうだよね、うん、ちょっとなんかこれさ、ヌーディのお姉さんに相談してさ、うん、一回洗わずに直してもらうか聞いた方がいいんちゃう。うん、でももう自分で直せるけどね。ここちょっと厳しくない？ここ1ヶ月でもさ、破れとったけど、これ缶抜きらへんだからさ。そう缶抜きのところじゃなかったら外して直せるんだけどね。ここは厳しいっしょ。ほら見て、ほら、ここ針通らん。パンツ見えとる。パンツ針通らんもんね。うん、無理よ。ちょっとリペアできるか聞いてみようかな。うん、聞いてみようよ。うん、明らかにこのシワの感覚とかさ、ヒゲの位置とかの感覚が狭くてさ、うん、いっぱい入ってる。うん、ちょっと前のやつと違って、段よりはいっぱい入ってるね。でしょう。うん、当たりもめっちゃつきやすいし、いい感じに育ってると思います。ういこうやってやって、うん、ハセテーラーさんはこれしすぎて怒られるんやろ。じゃあここをこすったら入れちゃうかな。あ、そうなの。ここをこするのが癖になると、うん、めっちゃ腰低い人間と思ってる。座ってやるんじゃないの。こうやって確かにこれは怒られそうやな。やっぱりこのヒゲ出すコツはこれだね。手は多かったもん。DIY でヤスリでやるとさ、うん、あからさますぎるっていうか、なんか、うん、なんつうの、ダメージが入るからさ、削れちゃうからちょっと違うよね。まあそうだね。うん、ヒゲ出したかったら手でこうやってやんないと絶対出ないから、ね。うん、ここもこうやって、はい、やっと外で撮影できたね。 いい感じになってよかった。よかったね、うん、ちょっと、はい、うんちくを言うと、うんちく、うん、で、はい、これさ、ヒゲってさ、うん、ちゃんと育てたことある人だと分かると思うんですけど、うん、明らかに左の方が育ちやすいんですよ。なんで？明らかに。なんで？これ俺の考えなんだけど、うん、これさ、近くによって、はい、綾織じゃないですか、ジーパンって、うん、だから綾の目の方向があるんですよ、うん、でこれ右綾って言って、うん、右上にこうやって白い線が入るやん、うん、だからこれが右綾って言うんだけどさ、うん、でこれさ、右綾のこの向きってさ、こっちも一緒やん、こっちも見て、うん、こっちも右綾だからこういう向きなんやって、うん、綾の目の、うん、でこれってさ、ヒゲってこう、左足はこういう風に入るやん、うん、で右足はこう左下に向かって入るやん、うん、これってさ、でもこっちなんか逆らうんじゃないの。そうだからこれ綾の目に垂直にこうやって折れるから、あとがね、つきやすいんですよ。こうやって折り目みたいな感じで、でこっちは綾に向かって平行になっちゃうから、うん、こうなんつうの、折り目がつきにくいんですよ。あ、そういうことね。それでね、本数は入りやすそうだけどね。うん、数えてみようよ。ま、え、上から数えて、1、2、3、ほら、だってだんだんさ、こっちの方が短くてくる。うん、本数はこっちが入るイメージよ。うん、それでもなんかこうちゃんと折り目になるからさ、こっちの方がね、うん、結局こうシワになりやすいんだよね。なるほどね。それはなんとなく分かったな。これ結構わざとこうやってあぐらかいたりして、うん、こうやってやるから、そっちも割とまあ跡ついてる風に見えるけど、長年履いてたりすると全然こっちの方が当たりがつきやすいっていうのは、多分どのジーンズでもっていうか、右綾のジーンパンだったら、うん、だいたいそう思うと思う。うーん、左綾もあるからさ。あ、そうなんや。うん、いや、あんまりない。
よし。暑いね。ああ、こんなもんかな。はい。では、チャンネル登録と高評価お願いします。はーい。